お菓子の里丹波は、兵庫県丹波笹山市、東吹416にある観光施設。お菓子をテーマにした多くの施設が広い敷地内に、立ち並び、黒豆を使った地元の特産物、工芸品や展示ギャラリーをはじめ本館の青山ホール、などを併設する。旧、タルミ警察署の建物を移築したミオール館は、歴史的価値を有している。 1>, 1階の物産館は、篠山の特産物である丹波黒、山の芋、丹波栗、大納言小酢、大鳥なる酒造をはじめとする地酒や野菜など地元の特産品などが展示販売されている。レストラン、桜が併設される。2階は展示室となっており、常設の農機具をはじめとする様々な展示品が見学できるほか、青山ホールがあり多様な用途に利用できる。 ミオール館神戸の旧神戸市警たるみ所を一区改装した大正初期の洋館で歴史的価値も高い。1階は関西を中心に展開する和菓子や地や創家系列の洋菓子部門ミオールの喫茶店となっている。アンティークカップギャラリーも併設されている。ここにはシカゴ万博に出品されたコールポートをはじめリりケリモージュなど アンティークカップが数多く展示されている。また、2階のコンサートホールは、結婚式や披露宴パーティーなどにご利用されておりまた、本館の歴史などの資料も常時展示されている。安政4年に建てられた商家を移築したもので、園内を入った右手の小高い山の上にある。このため訪れる人は少ないが、希少価値のある建築物であり完成な佇まいを、 保っているドイツをはじめ、ベルギーなど、ヨーロッパ各地の各種ビールのほかドイツソーセージのほか、レンガ作りの石窯で焼かれた、ピザ、黒豆パンなどが販売されるほか、手作りパン教室も開催されている。かやぶきの家開営7年に、建造の古民家を移築したかやぶきの家で中では、和菓子や日本茶などを賞味できる。かまどや色織りも見られる。陶器は、本館17時まで。 閉園は16時30分まで。鉄道、JR 福知山線市の山口駅から、新規バス、うど観音下車徒歩4分、または、駅からタクシーで、約5分。自動車、舞鶴若狭自動車道丹南市の山口 IC より、約5分。参考、ありがとうございます。